便器におしっこするだけで性病検査の機能がついてる便器でしょんべんしたくなくね <laughs> もしあったとしてもさそれ欲しいなーって言ってたけどそれ仮に置いてあったらさしたくなくねいやドキドキするわっていうかうつりそうじゃねだってそれ性病の疑いがあるやつが多めに来てるわけでしょすげえ嫌じゃねそれが原因で多分広がるぞ。 そこで性病になるむしろそのんかそれこそ風俗店とかだったら役に立つかもしんないけど一般に出回るようなところに置いてあったら絶対使わないね避けるよだからそれこそささっき言ってた便器をチンコでペロンもさ手前のやつが。 チンコペロンしたやつが性病だったら性病になるよねなるかもしんないよねうわ怖え恐ろしいよなそれで性病になってさ嫁とかいてさなんつうんだろうなそれまして何もしてないのに壊れたんだよな状態的には何もしてないのに性病になったって って言ってそれ信用されんのかな俺は信用されそうだな家出てねえしそもそも家出てねえのに性病になってたらおかしいわなリモート不倫 <laughs> オンライン性病。 いや性病もな,ないものによっては、まあ、性病っつっても一種類じゃないからものによっては全然自然発症もあるでしょう普通に多分めちゃめちゃチンコ汚かったら性病になると思うよだってそうじゃなかったら性病ってどっかでなくなってるはずじゃね男が感染しても問題なくて女だけが関係あ,あへえそうなんだ シンコにアルミホイル巻かないと性病って確か保険聞かなかったりするからものによんのかな今はそうでもないのかね完治するまでに45万かかんじゃねえかな聞いた上で高いのかなあれって。 まあ抗生物質死ぬほどもらっとけばとりあえずなんかその気があったら抗生物質飲んだきゃ大丈夫や抗生物質最強ややっぱ性病にかかって一番情けないあの面白いなって思う話はあれやなあの向こうも慣れてるからさこんな感じなんですけどみたいなこと言うと はい横たわってはいズボンパズボンとパンツを下ろしてそこに横たわってって言われてチンコの先っぽ綿棒でちょんちょんってされた時お母さんごめんなさいってやっぱおもらしいよみんなジイジにふにゃふにゃのチンコを握られて尿道のところにあの綿棒ちょんちょんってされるの悲しいらしいよ それで勃起したらどうするってどうするはこっちサイドの問題じゃねえだろうそれ綿棒ちょんちょんしてる側がどうするかの問題だろうこっちはどうしようもねえだろうそれ主導権は向こうにあるだろうこっちにねえよもう立った時点でまずもうどうにかはしてんだからこっちサイドは 次は相手のターンだろうこっちのもうこっちは <laughs> ターンエンドしてるから、うん、しかもかなりの攻撃表示 <laughs> そう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 病弱ンコを攻撃表示してるわけだから守備力ゼロ <laughs> 守備力ゼロのボ病弱ンコ その先は分からんどうなるかひれなああ最悪だ バカみたいなやついっぱいいるななんでディック破壊ウイルスって頭悪すぎだろディック破壊ウイルス全偽用ねむちゃくちゃや at i...